あんばやしあんばやしは、富山県の郷土料理で、味噌田楽の一種。薄く三角に切った白こんにゃくを竹串に刺して、熱湯で茹で、生姜の効いた甘辛味の味噌ダレをかけたもの。一般的な味噌田楽の味噌よりも、水分の多いタレが、特徴的。あんばやしは、富山県、それも富山市中心の呼び方で、呉東では主に、田楽と呼ばれる。呉西では主に、 こんにゃく、おでんという。名前の由来は、あんは、甘辛の、あんかけのあん、串に刺したこんにゃくが並ぶ姿を林に見立てたのでは、という推測がある。あんばやしとして販売している、杉本食品では、袋の裏に、あんばいよしから転じたという説を披露していて、これは、三ノ島良りの、富山弁馬大将という本に紹介してあり、みノ島は番組で、 東海道中膝栗毛の中のおでんの売り声として、こんにゃく豆腐の塩梅ばいしというのがあって、当時のおでんはいろんな具が入っていなかった。こんにゃくと豆腐だけだったようでその両方にかけた方言として、富山に伝わったと語った。富山の縁日の定番で、ルーレットを回し、出た数字の本数を皿に持ってくれる。戦国、桃山時代の昭和の集大成の安楽庵作伝。 清水省にはおでんが、田楽から来ているとの語源が紹介してあり、牧野六では、比叡さんの僧帽、茶炭餅方帽の茅子たちが、冬の夜に豆腐を手に入れて、田楽を作り、知恵比べをして、買ったものから三串、八串と食べる話が載っていて、おでんをかけて遊ぶのが古くからあることがわかる。こんにゃくを何百枚も切って一本ずつ串に刺す手間から、露天は徐々に減っていったので、 児童クラブの行事などで供されることが増えてきた。逆に飲食店で注文すると、ルーレットを持ってくるところもある。ありがとうございます。